マイク・ボーゲル、マイク・ボーゲル、ミケ・ボーゲル1979年7月17日体はアメリカ合衆国ペンシルベニア州生まれの俳優、モデルである。ボーゲルをアメリカでの発音によってボーゴルとする表記もある。1979年にペンシルベニア州フィラデルフィアの郊外、アビントンで生まれた。父はジム・ボーゲル、母はキャシーで、兄弟は 弟のダニエル・アーロンと妹のクリスティンがいる。ボーゲルの祖父は二人とも第二次世界大戦で戦いに参加していて、一人はバルジュの戦いでの戦車の指揮官で、もう一人は海軍の CB だった。ペンシルベニア州のウォーミンスターで育って、地元の高校であるウィリアム・テネント・ハイスクールに進学した。初年度はレスリング部に所属していた。また同じ高校には、 スポークスマンのブライアン・ベーカーやボクサーのカーミット、シントロンがいた。高校卒業後、歴史の勉強のためフィラデルフィア・カレッジ・オブ・ザ・バイブルに入学したが、最初の1年で学業を中断し、俳優やモデルのオーディションを受けるために、ニューヨークに通っていた。また、俳優のキャリアのために、ニューヨークのリネット・シェルドン・アクター、S ・スタジオで演技を学んでいた。 2001年にのモデルとしてキャリアをスタートし同じ2001年に TV シリーズの D に役にキャスティングされたため LA に重賞を移した。Grounded for Life には2001年から2004年まで出演していた。映画にはスケートボーディングがテーマのクールボーダーズにエリック役で初登場した。この映画にはアダム・ブロディとジェニファー・モリソンが出演していて 2003年8月15日に公開された。次の出演作は、嵐が丘のリメイク作の TV 映画で、クールボーダーズ公開の1ヶ月後の2003年9月に、MTV によって初放映された。ボーゲルは、ヒース役で、ケイト役のエリカ・クリステンセンとの共演であった。2003年最後の公開作は、1974年の映画、悪魔の生贄のリメイク作。 テキサスチェーンソーで10月公開で記録的な興業成績であった。グラウンデッド・フォー・ライフが終了した後の2005年は6月に公開の旅するジーンズと16歳の夏でブリジット役のブレイク・ライブリーの関心を引くエリック・リッチマン役で8月公開の低予算の映画スーパークロスにトリップ役で2003年撮影したものの公開されずに 2005年の11月にビデオ発売になったアンハサウェイが出演した R 指定のドラマアンハサウェイ裸の天使に闘備役でそしてジェニファー・アニストンとケビン・コスナーが出演した2005年の迷い婚からすべての迷える女性たちへマイナスにブレイク役で出演していた2006年の公開作でカート・ラッセル主演のパニック映画ポセイドンにエミー・ロッサムが演じた ジェニファーの婚約者、クリスチャン役で出演していた。この映画は1972年のポセイドンアドベンチャーをリメイクしたもので5月12日に公開されて世界で181ミリオンの興行収入があった。ボーゲルはデノエンジェル役のオファーがあったがポセイドンへの出演を選択した。また2006年にはロマンティックコメディゴシップカフェに出演していた。そして 2007年にスペインで撮影されたホラーフィルムファイナルデスゲームに出演する契約を行ってホラーフィルムフェスティバル8フィルムズ2大4に登場した今日僕は殺されるに出演していた。ボーゲルは日本の怪獣映画にインスピレーションを得たという異色作2008年のクローバーフィールド破壊者2009年の現代のノワールフィルムのニルームス2ルームスと ファイナルデスゲームに出演していた。また、2010年のロマティックコメディ、ブルーバレンタインと TV シリーズ、マイアミメディカル、そして、ヘブン、エスレイン、2011年のコメディ映画、運命の元彼、ジョニー・フット役での、ヘルプ心がつなぐストーリー、ディーン役で、ABC ドラマの、パン・ AM、バンナムに出演していた。バディトブでは、TV でのセクシーな男性のリーストで、 ボーゲルは2011年の96位にランクインした。2013年のマッカニックにイライア・スコティーズ、バージニア・マドセン、ジェーン・シーマーと共に出演し、1959年の小説、サイコに基づいた A&E の TV シリーズ、ベーツモーテル、全部で6話に出演した。ボーゲルはスティーブン・キングの小説を原作とした CBS の SF ドラマ、 アンダーザ・ドームにデール・バーバラ役で出演した。このシリーズは2013年のサマーシーズンに放送が開始されて3シーズン続いた後2015年に終了した。2014年の TV ドラマ、イン・マイ・ドリームズにキャサリン・マクフィー、ジョベス・ウィリアムズと共に出演し、ジャレット・ブリーズが演じた9歳の社会病室者のストーリーの T ボーイに出演した後に、 アーサー・シー・クラークの小説を原作とした3話のミニシリーズ2015年の幼年期の終わりにリッキー役でエリカ・クリス・テンセンと共に出演した。2017年公開の映画ザ・ケース・フォー・クリストと2017年9月25日から NBC で放送されているザ・ブレイブ・エリート特殊部隊にキャプテンのアダム・ダルトン役で出演している。 2003年1月に元モデルのコートニーと結婚して2007生まれのキャシー・レネー2009年生まれのチャーリー・ビー2013年生まれのゲイブリエル・ジェームズの3人の子供がいる2013年家族全員でテネシー州のナッシュビルに引っ越しパグ1匹と馬2頭を飼いながら現在もそこで暮らしている楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。